ラオスでのコーヒーの収穫ラオスでは、ロブスタ種とアラビカ種の二つの主力種が栽培されている。ロブスタ種は主に、ラオスで日常的に引用されている、コンデンスミルクを入れて甘くして飲むレギュラーコーヒー用として栽培されている。アラビカ種はマイルドな味のため高品質とされ、ドリップコーヒーやエスプレッソ向けに栽培されている。年間約2万トンの生産量があり、うちアラビカ種が 約5000トン、ロブスタ種が約1万5000トンである。ラオスのアラビカ種は標高約1100から1300メートルで栽培されている。ロブスタ種ュおおむね800から1100メートルの標高で栽培されています。95%のコーヒーはボーラウェン高原で栽培されている。ボーラウェン高原はフランス植民地時代にラオスで最初にコーヒーが植樹された地である。 コーヒーはラオス第5位の輸出品目である。アラビカ種とロブスタ種の他にリベリカ種も栽培されている。ラオスは高品質のコーヒー豆を誇る世界屈指の国であるが、コーヒー生産がもたらすものは自慢話にとどまらない。コーヒー産業はラオス経済の生命線であり、基本的な生計の手段である。大豆や米、トウモロコシなどの一般的な穀物を栽培する。 ラオスの農家は著しく低い賃金の下で働いているがコーヒー農家の所得はそれを上回る。しかし近年では相続などで課長一人の所有する畑の面積がヘリケン業農家になっている家族も多い。ラオスの豊富な労働資源、土壌、適度の気候が高品質のアラビカ州の生産を可能としている。フランスがラオスに数本のコーヒーの苗木と土を もたらしたのは1915年のことである。北部でのコーヒー栽培への試行錯誤の後、フランスは南部の方がコーヒー栽培に適していることを認識した。数百万年前、南部で火山の噴火があったため、南部の土壌は排水性に優れる。南部にはラオス最大のコーヒー生産地であるボーラウェン高原が存在する。ボーラウェン高原は、 上緑樹が生い茂るパクソン郡にある。土壌だけではなく、標高800メートルから1350メートル地帯の、冷涼な気候と、雨季と寒季がありが、コーヒー栽培に最適な地としている。20年前から、ラオス政府は、農民と共に高価格で取引することができ、農家の所得増につながる、アラビカ種の増産に取り組んでいる。 250の村に2万のコーヒーを栽培するコミュニティがあり、その多くの農家がコーヒー栽培によって生計を立てている。ありがとうございます。